え、こらせい。はい、どうも、ティーチャーです。で、今回なんですけど、今回は、今日はね、サムネタイトルにある通りなんですけどね、マクラーレンがね、販売中止だけではなくね、もう持ってる人もなくなるっていうね、お話なんですけど、そちらについてね、お話ししていこうかなと思います。ということで、なぜね、持ってる人もなくなるかっていうね、お話なんですけど、ちょっと待ってね。やからすぎん？やからすぎだろう。なんだよお前。ちょっと話したいんですけど、まったりしたところで話したいんで、ちょっとこいつだけ倒します。せっかくね、人いないと思ってこっち来たんですけど、まあ、詳しい話は倒してからということで。はい、ということでということで、はい、すいません。話ね、話したかったんですけど、敵来ちゃったんで。で、なぜね、マクラーレンがなくなるかっていうお話なんですけど、 TikTok の方を見てたらね、おすすめにね、動画がね、流れてきたんですけど、こちらまず見てもらった方がいいかな。こちら、はい、ということでね、ご覧いただいた動画なんですけど、で、こちらね、PUBG さんとマクラーレンがね、正式にね、契約したっていうね、ことについての動画なんですけど、まあ、これが原因でマクラがね、廃止になるんじゃないかなと言われております。まあ、PUBG さんがね、マクラーレンと正式になっちゃったら、ちょっと小屋行動さんね、訴えられちゃう身になっちゃうんで、まあ、それもあってか、販売中止になってるのかなと。思います。まあ、プラスでね、こうなっちゃった場合、今持ってるマクラーレンも、なくなる可能性が高いんじゃないかなとね、思います。いや、マジで、最近頑張ってさ、俺マクゲットしたのにさ、それなくなっちゃうっていうね。いや、まあ、可能性ですけど、多分ね、なくなっちゃうような気がする。持ってる人全員も。今のところはその販売中止とだけ書いてますけど、まあ、この流れだとね、おそらくね、このまま使ってたら訴えられちゃう可能性があるんで、なんで持ってる人もね、残念ですけど、マクラーレンなくなるんじゃないかなと思います。ま、さすがになんかね、これなくなるってなったら、まあ、もちろんその、マクラーレン持ってる人は金チケ配布もぜひしてほしいんだけど、いや、さすがにね、してくれないとね、うん。例えば俺マク持ってる人だったら、金チケ2枚とか。いや、なんかこのさ、販売終了にかけてさ、それまでに村幕にしないとみたいな人さ、絶対課金したのにさ、なんか、その人たちがかわいそうだよね。うん。って感じなんですけど、まあ、多分また詳しいことについてはね、公式からツイッとかがあったりするのかもしれません。まあ、あくまで TikTok 情報なんで、まあ、確実とは言えないですけど、いや、まず大会勢とかも結構涙だよな、これは。普通にかわいそう。金幕とかさ、ピン幕持ってる人もかわいそうだけどね。うん。いや、これは悲しいね。枕性能良かったからね。まあね、ご意見などありましたら、コメント欄にお書きください。その、販売終了だけだったら良かったんだけど、持ってる人もってなるとちょっと話が変わってくるよね。それはちょっとな、厳しいね。いるね。なんかついでに当てちゃったけど、うん。ついでに当てちゃったけど。いや、マジでさ、枕愛用してる人からしたらめちゃくちゃ悲しいよね。俺もせっかく枕信者になったとこだったのに。え、当たんないの？嘘だ。嘘だー。当たったよ、今の。嘘だよ、さすが。痛い。痛いよー。もう、
俺が何したって言うんだよ。ちょっと枕傷つけただけじゃん。待って、やばい、いる。痛いってだから。やばい。やめなさいって。追いかけっぞ。追いかけっぞ、追いかけっぞ。追いかけっぞ。あぶねえ。どっか行ってくれてよかった。いるー。あー、目の前で死んでた。いるね。やばい。なんだあいつは。俺を舐めてるのか。俺を舐めてるのか。やばい。もうお前マジで許さんからな、お前絶対。うん、絶対許しません。はい、傷つけましたからね。オッケー。あと二人か。やばい、これはまずいかもしれん。マクラーレンね、今後についてもね、まあ何かまたツイートがあるかもしれないんでね、ぜひチェックしてみましょう。ということで、よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。バイチャー。